それで私たち、まあ、ちょっと怪しいなと思ったのがサービス提供の増加に伴い、市民にデジタルを利用を促進していくことは。区民からの信用と信頼が得られなければ、円滑に運用しちょっと言葉悪いかもしれませんが、火、ま、事、あ、場泥棒というふうに感じるんですねこの5%問題ですね。 まあ、このまま1年後、来年秋にも、例えば5%前後であっても紙の保険証は廃止するのか、それとも、いやいや、今後1年間で5%じゃなくて50%、つまり2人に1人ぐらいが使うぐらいまでに引き上げるんですと、その上で紙の保険証は廃止するんですと、これ、どっちのロジックなのによって、全然違うんですよね。 要はもう5%、つまりほとんどの人が使ってないのに、無理やり使わせるために紙の保険証を廃止するという、ですねもうなんというか無、無理やりやるのか、いやいや、みんなが増えてきたら無理なく紙の保険証を自然な形で廃止するのか、ね、私もあの繰り返し申し上げますが、マイナ保険証も、医療のデジタル化も賛成です、はっきり言いまして。賛成なんだけれどさすがに 5%ほとんどの人が不便で使いづらい、1回使ったらもうちょっと使いたくない、で医療の窓口の人も下手に使うと。 ちょっとトラブルがあったりすると、10分、20分かかって行列ができるから、窓口の人も使いたくないと言ってる人が、ね、先日の,あの会見におきましても、大臣、非常に重要な課題だというふうに受け止めていますというふうにおっしゃられています、今の足元のこの利用状況の中で、廃止に向かってというか、実際にですねあの来年の秋の時点でまだ5%ということになれば、これは大変な混乱を招きかねないという危機感を私ども、非常に強く持ってございます。やははり多くの方がまあ要はマイナーポイナポントを欲し さに取られたのかどうかというところは分かりませんけれどもいずれにせよマイナ保険証を今お持ちに多くの方がなられているという状況の中で必ずしもまだ一度もお使いになられてない方がたくさんおられるんだというふうに思っております従いまして私どもとしてはまず一度あの医療機関でぜひ保険証としてマイナンバーカードを一度ご利用いただきたいというふうに思っておりまして今日も医療機関医療薬局の関係の団体また保険者の方々にもお集まりをいただいて大臣 人との意見交換会を開催をさせていただく予定でございますけれども、そうした中でも、やはりまずは一度、マイナー保険証をご利用いただきたいということでの呼びかけを進めていきたいということで、お話をされることになろうかというふうに思っておりますこの利用率の問題というのは、私ももう、あの春の国会質疑の段階から注目をしていて、 もうその時に下がり始めていたんですけれども、で、それがさらに低下をしているということで、今、危機感を持っているというお話されてましたけど、 それにもかかわらず、このヒアリングでも出てくる回答が毎回同じなんですよ。それで、これは実はあの万博の工事の遅れもそうなんですけれども、万博のヒアリングでも言ったんですが、こういう危機的な状況になっていたら、普通はいついつまでにこういうことをする、だいたいこれぐらいの時期までに何パーセントを目指す、こういう工程表があってしかるべきなんですけど、ここに出てくるのは、 あの精神論しかないんですよね、でそれであの今も一度も利用してない人がいるんで、とにかく一回利用してくださいっていうことをおっしゃいましたけど。 これもずーっと私は春から申し上げてるんですが、実際に厚生労働省がアンケートを取って、実際に使った人の,そのメリットを聞いたところが、半分以上の人がメリットがないって答えてるんですよ。実際に使った人が。どうしてそういう事実に、要するに、あのー、重く受け止めずに、とにかく使ってくれ、使ってくれ。そして、こういうその精神論だけを毎回呼びかける。これでは、多分利用率は上がらないし、 このままいったら本当に言葉は悪いですけど、玉砕戦術みたいなもんですよね。本当にこれ、玉砕になっちゃいます。ですから、もう少し科学的にですね、政策のプロセスと、それからタイムラインっていうか、あのー、工程表を示してください。出さないと、万博も結局出してもらったんですけれども、これも曖昧なまま。何をやりますしか書いてない、ね、お願いリストっていうか、そういうもんですよ。ウィッシュリストみたいなもん。 やっぱりこれでは、やっぱり出しシは開かないんで、本当に危機感を感じてらっしゃるんだったら、それぐらいのことやっていただけませんか私どもも今のままで、要はまあ手をこまねいて、ですねこのままもう来年の秋まで過ごしていいなんていうことは決して思っておりませんので、どういう形であれば、要は利用率を、利用率という言葉がいいのかどうか分かりませんけれども、マイナ保険証をもっとご利用いただけるような状況になるのかと、そのために何をしたらいいのかというのを、私ども、当然考えながら今、やってはおります。ただ,まだ,まだ まだ要はお示しできるような状況になっていないので、それは大変申し訳なくは思いますけれども、精神論だけじゃないかというようなご指摘もありましたけれども、一定、何か、どういう形であれば、ですねあの一番あのご利用が進んでいくのかということについてですね、もちろん考えていないわけでは決してありませんので、ご意見として受け止めさせていただきたいというふうに思いますもう一つ、資格情報のお知らせと、それから資格確認書。 例えばどういう様式で紙なのかカードなのか、どういう事項を記載するのか、まだ全然現場に何も来てないですよね。 で、これも、いついつまでにどういうことをするっていうのを、今のまま方針変えなければですよ。仮にですよ。来年の秋に配するとすれば、もう本当にもう一年切ってる状況なわけですから、しかも、システムの大変更ですから、ひょっとしたらあ、新しくシステム食わなきゃいけないことだってありえるので、それも合わせてですね、出してもらえませんか。ええ、これ、あの、今日も、あの、国保の現場で働いてる皆さんと話したんですけど、何にも聞いてなくて困ってんですよ。 とにかく目先の、今、あの、総点検、まだやってるとこなんで、目先のことだけ言われて、それをやってる段階なんで、じゃあ資格情報なんか聞いてますか資格確認の。 が確認書聞いてますか何にも聞いてません、どうなるんでしょうかって、こういう話なんで先週、長妻政調会長からお話がありました、この紙の保険証の廃止の政策決定プロセスが不透明だということで、まあ、時系列でまとめてみました。そして、ここで見えてくるのはですね、9月13日、河野大臣が、 改革のスピードを一気に上げていこうとそれで9月29日のマイナンバーカードの普及の省庁連絡会議で、まあ、健康保険証など全部マイナーカードにもれなく一本化していく、一本化するだけでなく加速化をしていきたいと、つまり重要なのは、保険者とか医療現場にとって でマイナー保険証がいいという発想ではなくて、マイナーカードの普及が進まないから、マイナーカードの普及をさせるには、保険証と一体化させて、紙の保険証を廃止したら、マイナーカードが普及すると、そういう,こう動機で非常に不純なんですよね。 それで、まあ、唐突に13日の日に河野大臣、加藤厚労大臣が2024年秋に配する唐突に10月13日に発表されたと、それで私たち、かなり調査したんですけれど、この紙の保険証廃止という河野大臣と。 加藤大臣の記者会見の前に、正式な会議はないんですよ、このことが議論された、つまり正式な会議で議論されることなく、唐突に河野大臣と加藤厚労大臣が発表してるんですね、それで私たち、まあ、ちょっと怪しいなと思ったのが、この13日のデジタル河野大臣の10時10分からの記者会見の前、9時28分から57分、ちょっと細かい話なんですけどね。 この時に省庁連絡会議の結果報告というタイトルなんですけれど今までの結果報告だったら河野大臣しかいないところがなぜか寺田総務大臣、加藤厚労大臣そして厚労省の事務次官また伊原保健局長とかも30分入って話してるんです。ということはこの10月13日の9時28分から9時57分に本当にこれ紙の保険証を廃止して発表するけどいいよねという確認を 総理含めてやったのではないかと、これは推測ですよ、すいませんが、それを受けて10時10分にデジタル大臣が発表したんではないかとし,としか思えないんです、そ,れその結果、その日の午後の医療保険部会では、正式に聞いてないという不満の声が出てるんですね、逆に、急にニュースで知りましたみたいな、それで結果的に次の10月25日の日に、その話が出て、 やっぱり医療関係者は丁寧に慎重にやってほしいみたいなそういう発言をしているということなんです、そこでお聞きしたいんですけれど、紙の保険証廃止が決まったのは政府が方針を決めたのはいつのどの会議なんでしょうかねデジタル庁でございます、昨年の6月7日の閣議決定ではご指摘のとおり<う>原則廃止ということが政府の方針でございました。はい それに対しての,その10月の28日に閣議決定、総合経済対策の中で、えー、健康保険証との一体化を加速し、令和6年秋に健康保険証の廃止を目指すための環境整備等の取り組みを行うということを明記をして閣議決定をしたというのが、あの政府としての方針決定、えー、でございます。 で、えー、それからあの関係省庁連絡会議、その13日の前日であるとか、はい、1>, あの1回、2回というのは、あのページに公表させていただいているところでございます発表したのは28日の閣議決定かもしれませんが、河野大臣が記者会見したのは10月13日の朝10時のまでなんですけれど、政府の方針を事実上決めたから、ここで当然発表しているわけですよね。そののの方針を決めたのはどの正式な 会議なんですか要はそれを議論したのは小さい話だったら僕らこだわりませんけど紙の保険証配するってすごいどでかい話ですから少なくともどこの会議で議論したかぐらい言ってもらわないと裏返せば正式な会議では議論せずに。 河野大臣が発表しましまたとといいいううことはありえなななんんじゃないかなと思うんですねどこの会議で議論したんですか。もともとですね6月、6月の閣議決定でのその政府の方針を踏まえながら、さらにあのカードの普及利便性向上に向けた方策に総合的に政府が挙げて取り組んできた中で、関係省庁あるいは関係閣僚間での協議を経て、えー、カード保険証の一体化のメリットの早期発言のために、えー、と保険証の安心を目指すこととして、えー、10月13日の河野大臣のその、えー、関係閣僚とは確認 確認ししたた上でで発表したものでございます。あくまでその政府決定としての正式なものは10月28日の、えー、と時点かつその内、そこに書かれているものでございます。保健局の方に答えていただきたいんですね、やっぱりこの医療保険部会がどこをどう絡んだのかというところがすごく肝心になってくるので、そこをお答えいただけたらと思います。 はいえー、厚生労働省保健局医療介護連携政策課長でございま,すまず医療保険のオンライン資格確認につきましては、えー、昨年の5月の25日、第151回の社会保障審議会の医療保険部会におきまして、 データヘルスの基盤となるオンライン資格確認の導入。それはいいんです。<え>そ,そこに書いてある通りでございます。紙の保険その来年秋の廃止をいつ議論して聞いたかがそこだけをピンポイントで答えるのはい。でこの中ではその保険証の原則廃止を目指すということが書かれておりますので実際にその審議会の場でも委員の委員の方からはですねその保険証廃止に関してのご意見というのはこれ賛否それぞれあのお出されております。従いましてあの要は保険証廃止について全く審議会での議論がなかったか。 というとうその時期の問題はまた別途あるかもしれませんけれども保険証を廃止するということについての、まあ、賛成、反対のご議論というのは審議会の方でもなされているということでございますすあ,あのですねだからこそこれその5月の時点ではオンライン資格確認導入状況等を踏まえっていうことが頭にあるんですよ。よ で、それはいわゆる委員さんの中でも意見が分かれたので、まあ、当然、そういう結果になるはずなんです、で、これが10月の,その閣議決定までに解決したのかっていう問題なんです、本来であればちゃんと専門の審議会があるのでデジタル庁の管轄の部門の話じゃないですよね、本来はこれ、厚労省マターでは適切な医療をどうやって受け続けられるかっていうことがすごく大事だから専門の医療保険部会を開いているのでそこの議論がされていなかったんではないかと。 正式なことで言うと時期も含めてっていうところが閣議決定の前にあったのかというのを簡潔にお答えできます先ほど申し上げた部会での議論があった上えで6月に骨太の方針で閣議決定がなされその後10月の13日に総理の下で関係大臣の間で令和6年秋に健康保険証の廃止を目指すことを確認して同日河野大臣が記者会見において公表されたという経緯かというふうに理解をしております。ああと一点だけあの厚労大臣もですね同日ぶら下がる の会見を行って党趣旨の内容を公表してございますのでえご質問の中にですね、えー、要はそのと翌日の厚労大臣の記者会見で冒頭に発言がなかったのはなぜかというご指摘でございますけれども前日、ぶら下がりの会見の中で発表させていただいておりましたので翌日の記者会見の冒頭での発言はなかったものと要は記者からの質問に答えるような形でのお答えをしているということかというふうに理解をしております。今今まで今日の説明を 統合するとデジタル庁の説明は6月7日に閣議決定云々、うん、でって言われるんだけど、われわれのこのまとめてる表にも書いてありますけど、あの長妻政調会長も前回言われてたけどあの、加入者から申請があれば保険者は交付されるというね、客中、これが事実上ですね、10月13日のまさにこれ、総理への報告の場でね、閣議決定修正されてるんじゃないですか、そう。だから、この10月13日のまさに河野大臣会見前の、この岸田総理への関係省庁連絡会議の結果報告の場面で、これ、 保険者が希望すれば、今の保険証も使えるっていう閣議決定は修正された報告がここで、なされたからこそ、その後河野大臣が現在の健康保険証の廃止を目指すと、2024年秋にと、こういう流れだったというふうに、あの今、理解せざるを得ないんですけど、これ、どこの決裁でどういうふうな決定の仕方になったのかっていうのは、省内に文書、決裁という意味においては、結局、政府としてはきちんと閣議決定をしたというのが、まさに本来、決裁。 とととといいいいうううことなんだと思うんだ思でですすすねねを決定するという意味においてはです、ね、いや要はそのたとえ年度中とに秋っていうふうにもう限定してるわけですからね。ただこれそれまでの閣議決定は2024年度中になってるわけだから、はい、あのこれはもうむしろ長妻先生なんかは多分大臣をされていた時もいろいろとあの政策的なテーマであの局内あるいは局,局の方だったり大臣室だったりいろんなところでご議論されていらっしゃったんだと思いますけれどもそれを逐一何かこう決裁を取るのかっていうと多分 決済という手続きは、通常、その何か補助金を交付するとか、ですね何かそういう時には、当然、決済を、今はもう電子決済で、昔はハンコでしたけれども、そういう手続きを取るにせよ、じゃあ、こういう方針行こうということについて、逐一な決済というものは、多分取らないんだと思うんです、ね、これだけど、極めて重要だと思うんですよねもちろん、いろんなものを議論するときに、材料となる資料みたいなものは当然あることが多いだろうと思いますけれども、それはまあカンカンガクガクいろんな省内だったり、局内だったり、いろんな場面で議論をした 上であのど,うどういう方向でいくのかというのを、まあ、決めていくということだろうと思いますけれども、それを逐一、何かこう手続きとして、何か決裁を取って残すということではないんじゃないかなというふうに思います,そうですかいや、そんな政策の決め方してるんですか、こんな重要な問題はしかもみんな、ドヒャッとなったわけでしょ、これ、秋って言われて、え時間ないじゃんって、こういう話になってるわけなんで、ちょっとそれは私は、承服できないですね、うん、というか、ちょっと理解できないんですね。来週までの あの宿題でやっぱりここはね、これだけ今、大問題になってる政策決定過程が、どこで誰がいつ決めたのか分かりませんでは、少なくとも閣議決定は28だけれど、13日の河野大臣と加藤大臣の記者会見でオープンになったのは確かなわけですから。ということは、この13日の朝10時までに、厚生労働省は正式な会議を、例えば何回やって議論したのか、それとももう極端な話、正式な会議は一回、 もやったことまあ、打ち合わせはやりましたけれども、正式な会議っていうのはいいやらずに決めたのか、そこはまあ次回までに、次回またお答えいただきたいし、またデジタル調査も、この13日の午前9時28分から9時57分のこの会議で、ですねこれ、オープンにできるんならですよ、オープンにできないって言うだったらもうしょうがないんだけど、少なくともこの29分間に紙の保険証廃止も議論されたのかされなかったのか、あの言えるんなら、来週またご回答ください。 これあの、まあ、そもそも論として、まあ、この時系列を見ますと、まあ、10月13日にこれ、寝、ね、耳に水のような発言が、この医療保険部会であって、それで10月の25日ですね、えー、厚労省の課長の説明で、もう大臣、関係大臣の間で確認がなされたと、もう決まっちゃったと、廃止が、すぐ事後通告っていうか、この部会に。 これ我々もあの短い時間ですけど厚労省いましたけど、これちょっと考えられないですよね、だって戦後最大級の保険証を廃止するっていうことに、まあ、細かいことでもあの勝手にやると大変なことになりますから、まあ、基本的には審議会に全部通すわけですけれども、これを事前に議論をしないで、最後通帳で、えー、落としていくっていうやり方自体はまあ、ないことであると。 いうふうに思いますし、さっき課長がその151回からなんか賛否がいろいろあるみたいなね、医療部会で、これやっぱり賛否は大体何、ちょっと調べていただいて、何対何ぐらいなのか、そこらへん後日ですね、つまり保険証廃止する噂のレベルかあの、あるいは6月の閣議決定でも原則廃止で、ただ、まあ、希望者はちゃんと保険証を持たせるっていう、それについてもいろんな意見が医療を、 保険部会であったと思いますけども賛否っておっしゃったんでちょっとどのくらいが、あのー、絶対ダメだと言って推進がどのくらいで。 後でそのそれぞれどういう意見で何対何なのかお示しをいただければありがたいと思っています社会保障審議会の医療保険部会の議事録については当然厚生労働省のホームページですべての議事録を公表してございますあの実際当日配布された資料の方も公表させていただいております今長妻先生の方から賛否に分けてというようなお話ありましたけれどもまあそのかなり多岐にわたるご意見をいただいております一つの、まあ、資料に対していろんな意見があってそれが果たしてあの賛成なのか反対なのか、まあ、あるいは中 なのかあのかあどちらに組みするものでもないというようなものも含めてですねいろんな意見をおっしゃっておられますのでまあ、大変恐縮ながらあの部会の方の議論をですね あの議事録の方であでご覧いただければ、一番あの間違いなくあのご理解いただけるのではないかというふうに思いますので、そこにあまり手を加えるべきではないかなというふうに思っておりますもう一点、お話ありました、あの前回、私、この場であのご紹介をさせていただきましたけれども、10月13日の河野大デジタル大臣の会見の後確かに医療保険部会、開催をされておりまして、時系列で追ってみますと、10時に会見があって、14時にまあ部会ということでございますので、まあ、通常、なかなかそこで資料としてない。 何かこう配布をするましては資料というものは当然あの河野大臣の会見に何か資料が出ているわけではないんだとするとお配りする資料というものも当然準備できなかっただろうという,ふうに思いますし、まあ、結果的にその 次の部会になりますけれども、10月の28日、第156回の医療保険部会におきまして、えー、当時の担当課長の方からあ、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めるため、令和6年秋に保険証の廃止を目指す、こうしたことについて、10月13日、総理の下で関係大臣の間で確認がなされたところでございますという報告がなされているということでございます。 保健部会はこれ、あらかじめ日程はセットされてたわけですかですよね通常、審議会の日程、当然、委員の先生方の日程がありますので、うん、通常は事前に日程調整した上で、うん、あの開催日というのを決めさせていただいているかと思いますなんでさっき私がそういう表現したかというと、であれば、ここで例えば、測って、ですねそういう方針を発表したいと、皆さんの意見をというふうに聞いてで、16時11分、まあ14時に始まっても2時間とか、長くても3時間でしょうから、でその後に、 何らかの対応を取ると、まあ、いうようなことがあってしかるべきある翌日でもいいんですけども1日2日別になんか国家の何か緊急な 安全保障上の話でもないので、これやっぱり決めてから発表してからでないと、紛糾するっていうことがあったんじゃないかというふうに推察するんですね、こんな1日っていうか、1日のうちの3、4時間の話にもかかわらず、発表した後にこの部会っていうのは、順番がどう考えても逆。 だというふうに思いますので、そういう意図を強く感じざるを得ないと思いますんで、それについても、えー、大臣らの見解を正していいいきたいと思いますちょっと時間がくくましたので、まあ、ここで終わらせていただきますけれど今日の宿題とともに、ですね、まあ、10月20日から国会が始まったら、まあ、その次の週から代表質問、そして予算委員会が始まりますので、これは非常に国民の関心も高い、あのー、重要なテーマですので、そこでしっかりと議論をさせていただきたいと思います。 今日は長時間ありがとうございましたそれではマイナ保険証の自治体の対応について大阪市と杉並区との違いをご覧ください私からは洞口智子議員のご質問のうちマイナ保険証等に関する私の見解についてのご質問にお答えしますマイナ保険証については被保険者の利便性向上や行政の効率化 医療機関の事務の効率化を目的に実施されているものと認識しております。今般、マイナ保険証の不具合に関する報道が相次いでおりますが、国において、これらの問題点を改善しつつ、慎重に制度の構築を進める必要があるものと考えております。マイナンバーの活用は、区民からの信用と信頼が得られなければ、 円滑に運用し、推進していくことは困難であると考えております。制度の周知や説明を徹底することで、区民の信頼と信用と信頼を得ながら制度運用に取り組んでまいります。次はマイナンバーカードをめぐる住民不安と杉並区の業務負担についてですで。まず、さまざまなマイナンバーカードをめぐるトラブルの報道を受けて。 マイナンバーカードの杉並区での自主返納件数も増加していると聞いていますが、区民の不安の声にはどういったものがあるのか、また返納状況や傾向についてもご教示ください。次に、こうした国策であるマイナンバーカードをめぐる事務作業はすべて自治体任せであると聞いています。これまで区の職員の業務逼迫状況、 並びに臨時に採用した職員の人数と人件費を伺いますえ続いて来年秋に現行の健康保険証を廃止すると言っている国の方針に対してえそれに伴う今後の区の業務をどのように想定してスケジュールを策定しているのかお示しくださいこれも他の議員と重なる部分がございますえ最後に 医療機関や薬局などでは、顔認証付きのカード読み取りに伴う新しいシステムの整備に費用を要する状況となっており、開業医、いわゆる町医者などには廃業を考えている方もいらっしゃいます。そうした杉並区内の医療機関の状況を区は把握しているでしょうか、また今後そうした調査を実施する予定はあるかどうか伺います。保健福祉部長。私からは健康保険証と医療 期間にに関すするご質問にお答えいたします現行の健康保険証は令和6年秋に廃止となりますが、それまでに交付された健康保険証につきましては、経過措置として、 廃止になった日から1年間は使用できることとなっておりますただし、令和6年秋以降、新たに健康保険に加入される方、区内での転居や婚姻等により、保険証の検眠情報に変更が生じる方につきましては、現行の保険証を交付することができなくなります。そのため、マイナ保険証を保有しない方につきましては、新たに資格確認書を交付することになりますが、このことに関する電算システムの改修は、令和6年夏ごろの着手を想定しております。また、現行保険証廃止後の運用につきましては、区 市民の方への十分な周知が必要であると考えておりますので、令和6年夏ごろから広報杉並等でご案内していく予定でございます。次に医療機関や薬局などへの 顔認証付きのカード読み取りに伴う新しいシステムの整備費用に関するご質問にお答えいたします。区内の小さな医療機関などが厳しい状況になるとのご指摘ですが、この点につきましては、国において財政支援を行う必要があるものと認識しております。現時点で国、区に医療機関等からの声は届いておりませんが、今後、医師会等を通じて、状況確認に努めてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。 次に市民に利用いただく行政サービスの DX について伺います大阪市では行政手続きのオンライン化を推進しておりまた国もマイナンバーカードの利用拡大を打ち出し今後ますます行政サービスのデジタル化が進められていきますマイナンバーカードの普及についてはこの間マイナポイントによる取得勧奨が行われていますが本来は カードの利用機会の拡大があるべき姿であり、我々もカードを取得した多くの市民から、取れと言われて取得したものの、どこで使えるのかといった声を多く伺っています。国では健康保険証等の活用が予定されていますが、大阪市独自で活用できる余地はないのでしょうか。例えば申請にかかる 住所、氏名の記載を省略するために活用するなど、大阪市の行政サービスにおいても、マイナンバーカードの活用場面を拡大していくべきだと考えます。一方で、デジタル化されたサービスについては、最初に利用していただくまでの壁があり、例えばすでに導入している証明書などのコンビニ交付や、行政オンラインシステムなども、一度ご利用していただければ、その利便性を実感していただけるものの、そのサービスを知らない、もしくは利用方法が分からず、 区役所に足を運ぶ方も少なくないと思われます。そういった方を対象に、デジタル化されたサービスを、区役所においてご利用いただくことができる環境を整えてご案内するなど、積極的な利用促進の取り組みが必要と考えます。これらの取り組みが進むことで、デジタル化による市民の利便性の向上、窓口での手続きの迅速化、区役所への来庁者数の縮減により、経費が継続的に上昇している窓口業務委託費用の抑制にも、 つなななががるなどささまざままざ効果が期待されていますデジタル化をより一層推進するための取り組みとして、マイナンバーカードの活用場面の拡大を図るとともに、窓口を訪れた方へのデジタル化されたサービスの積極的な利用促進策をぜひ導入していくべきと考えますが本市としてデジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及促進について,は取,り取,り付いて取り組みを進めてきた結果、申請率は70%を超え、 多くくのの市民の皆さんががカードを所有していたただくこととできたと考えます本市としてもカード活用の場面の拡大は重要と考えており、コンビニでの住民票等の交付をはじめ、本市独自の行政オンラインシステムにおいて、マイナンバーカードによる本人認証の仕組みを導入をしました、た今後さらに本市行政サービスにおけるマイナンバーカードの活用の検討を進めます。また行政を取り巻くデジタル化化の環境変化と サービス提供の増加に伴い、市民にデジタルを利用を促進していくことは、これまで以上に重要になりつつあると認識をしています。デジタル化されたサービスの周知広報や利用促進策を講じることで、待ち時間の短縮や手続きの迅速化など、市民サービスの向上を図り、ひいては経費抑制などにつなげられるように、さまざまな面から検討をしてまいります。杉山幹人君。 各区役所において利用促進案内の数や来庁者数の削減具合などを競っていただくような未来がすぐそこに来ていると感じます最近は自然言語処理技術を駆使する対話型 AI も話題ですので AI にコメントを求めてみました以下 AI のコメントを紹介します対話型 AI のようなテクノロジーは行政オンラインシステムの ユーザー体験を改善するために、さまざまな方法で活用することができ、システムの使いやすさ、アクセシビリティを高めることができるとのことです。たった今、大阪市会の代表質問議事録に AI が作成した文章が記録されました。こういう時代になったことを改めてご認識いただいた上で、未来への想定をよろしくお願いいたします。